ゾイドワイルドインフィニティブラスト動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね、天井天下を遊び尽くすゾイドワイルドインフィニティブラストやっていきましょう。あー危ね、動画撮るぞと思って油断してマイクを準備するの忘れてた。危ねえ、普通に無言でやるところだったわ。もう何回も何回もやってんのにそういうのあるって。前回第2章を全部クリアしたんでしたっけね。ちょっと確認していきましょう。今回のミッションはこれよ。フリークエスト、そうですね、第2章は全部クリアいたしました。そして第3章のフリークエストやっていきましょう。登場、Z の獣王、限られたゾイドでクリアせよ、本能解放中にクリアせよということで、ワイルドライガーですね、相手は。Z の獣王って書くから、シールドライガーとかそんなところかな、あ、ブレードライガーか、ブレードライガーとかそんなところかなと思ったんですけども、ワイルドなんですね。限られたゾイドでクリアせよ、限られたゾイドでクリアせよ、このクエストに行くのね。あー使えないっすね、使えないっすね、他のやつでやってくれっつって。本当に限られてるな。2体しかないんだけど。どうしよっか、もう相手はワイルドだしな。じゃあ久々にライガー系行ってみるかい。改造してたっけ、改造してねえわ、どれどれ。さあドノーマルで行くのは厳しいんで、ちょっと改造しましょうね。これはちょっとさすがに改造しましょう。さあ久々に、改造パートでございます。新規登録のスロット数がですね、まだ9体しか入ってますね。じゃあゾイド変更でこちらですね、ブレードライガーの方ですね、変えていきましょう。まずはですね、内部の方を、攻撃力はどれが、ブラストショー、あ、じゃあブラストはブラストか。攻撃力強化しチップ、ちょっとアイテムショップ見ていくか。武器屋、よく来たな。でチップの方ですね。あ、あるある。あー、でも防御力強化、スキル強化、ブラスト強化、体力回復チップ、そんぐらいか。どうしよっか、攻撃力強化チップさえあれば大丈夫かなってっていう、考えなんですけども、アクションゲージの回復も必要かな。これ体力回復って自動的にじわ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 増えていくっていうことなのかな。まあそんな感じでしょう。加速ができるブースター、こっちは全部、購入済みかな。 AZ 地雷に、高圧、硫酸、マニューバー、あ、これは、あ、購入済みか。金足りねえし、足りないんじゃないか、十分買えるわ。じゃあもう全部買っちゃおう、全部買いましょう。ありがとうよ、どうせありがとうよ、もうクリア済みでほぼほぼ使うこともないし。ありがとうよ。
ありがとうよ。チップはいいや。チップはいいわ。武器類をちょっとね買いましょう。お、ありがとうよ。試作型じゃないボーンブレードですね。大人気ボーンブレードってね。ありがとうよ。バスタークロー、ありがとうよ。いいっすね。ありがとうよ。全天候型。こっちはマクサービーム砲、パルスレーダーマイ、ウェポンバイン。ありがとうよ。ありがとうよ。ここら辺はもう全部変えますからね。ありがとうよ。ありがとうよ。で射撃物理、こっちの方は新しいやつなしか。じゃああとはチップか。まあいいや、もうチップも全部買っちゃえ。ありがとうよ。ありがとうよ。めっちゃ感謝。あーあー、この3つ買えない。まあいいや。じゃあそれでは改造に行ってみましょう。ブレードライダー装備を変更。まずは攻撃力強化チップで攻撃力を上げる。でどこをつけたそうかな。前足、もう試作型はつけなくていいか。強化型があるんで。ブレードなだけに。ボーンブレード挟んで切り裂きます。ボーンブレードか。 AZ超電磁ブレード、メガランス EX、 メガランス EX 防御力も上がるからいいですよね。ブレード、ブレードにさらにブレードをつける。後ろ足アシストブースター、クキャン、ウェポンバインダー、全天候型ウェポンバインダーで、こう、これだね。シュツルムブースターユニット EX。 やべえ、もうメーターがやべえぐらい上がるな。バスタークロー AZ ドライブレード、ドライブレードもなかなかいいんだよな。ドライブレード確かコンボがね1個増えたんだよね。通常攻撃のコンボが、通常攻撃のコンボだったっけな。バスタークロんーで背中詰める。あとこれつけられたっけ。最大で4つだけだったっけな。5つつけられたっけな。ロングレンジライフル。あー、バスターキャノンつけたい。ロングレンジキャノンか。なんかもう背中にクッソでかい武器つけたいな。ロングレンジパルスレーザーライフル。あー、でも、あー、大きさが違う。やっぱりバスターキャノンだな。あー、くそー、バスターキャノンつけられない。どうしよう、もうバスタークローついてるしな。いいか、これでやっちまうか。カラーの方も変更しよっかな。ここだけぐらいにしよっか。
分かりやすいよ。あ、なにこれ、メタリック、ちょっとメタリック調になるやつか。へえ。いいね、メタリック調になるやつがあるみたいですね。これ単純にメタリックに重なるだけなのかな。あ、違うか、メタリックブルー、今のやつはこのぐらいのやつなんで、これでしょ。で、選んだ黒のやつがこれです。これ黒じゃなくて、あれ、こういう色に、あ、ちゃうか、普通にあれか、メタリックになるだけか。やべえ、高級感半端ねえ。全部メタリックにしたら高級感半端ねえかな。ちょっと試してみましょうか。やべえ、高級感やばいっすね。あ、でも違うな、これはちょっとやりすぎだな。なんか違うな。途中までなんか高級感があるかなとか思ってたんですけども、全身にするのは、全部にするのはちょっと違いましたね。まあいいや。ランク持てる。じゃあこれで見ましょう。ワイルドアクションの変更は可能。ブレードアタック、パルスレーザーガン。バスタークローか。バスタークローが余ってるのか。どうしようか。Eシールド。シールド変えて、バスタークロー、もう攻撃型にしよう。これぐらいでいっか。 EX ウルトラカスタム、クソ
ソだせ。さあ、じゃあクエストやっていきましょうか。改造だけで15分だよ。このクエストにするのね。これで改造して、改造ダメだって言われたらどうしようもないね。今までの15分解説話ですよ。お、いけた。惑星 Z のゾイドか。信じてないわけじゃなかったが、本当にいたとはな。驚きだぜ。惑星 Z の Z のゾイドって言っておきながら、ワイルドライカーなんですけども。それでいいのかい？一つ頼みがあるんだがいいか？今回の任務では、その惑星 Z のゾイドで出撃してくれないか？戦闘のデータが欲しいんだ。そういうことか。こっち、が発見した、惑星 Z のゾイドで、そのワイルドライガーを倒すっていうわけね。よし。俺が知ってるゾイドと何が違うところがあるのか、それを見てみたい。頼んだぜ。さあ。もうメタリックですね。本当はメタリックって付けたかったんですけど、メタリックがないんでね。多分報酬の中にあんのかな。さあ、全身メタリックのライガー、こちらもなんとなくメタリックじゃないよね。やっちゃい、イエイイエイ。お、いいね。あ、いたいた、あ、いたいたいた。うわ、向こうも強いな。あー、ちょ、あ、まずいまずい。防御力上げればよかったな。いけ、こいってこいって、こうして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 、いけるか。相手も来た。勝ちました。危なかった。いやラインドツーファイト。あ、くそ。普通に押し合いで負けんもんな。さらに、あちゃ、久々に違うやつ買うから先方が、ああ、もう防御解除した瞬間にこれだよ。あ、ワイルドアクションでよかったんだっけ。お、やったぜ、クリア。いやー、危ない。あ、しまった。何、レジェンド。はい、クリアしました。よし、任務完了。お疲れさん。戦闘データもバッチリ取れたぜ。お、地球のゾイドとデータは似ているが、何かいつもと違う強大な力を感じたぜ。ん、他のゾイドと違和感なく乗れた。星は違っても同じゾイドだって。そうかもな。俺も先入観ってやつに囚われてたのかもしれねえ。ともあれ、このゾイドも大事な戦力だ。ぜひとも乗りこなして活躍させてくれよ。いいでしょう。活躍させてみせましょう。まあ、もうストーリーは終わったんですけどもね。はい、じゃあ次ですね。紅の獅子を来る。
ビーストライガー近接タイプ、相手と移動撃破せよ、ブレードライガーでクリアせよ。どうしよっか、ブレードライガーでクリアせよ。このままブレードライガーやっちまうか。このクエストにするのね。ちょうどブレードライガーですからね。気をつけて。グレンの師匠、光になれ。違う違う違う、あれは勇者王。今回の調査対応、調査対象はビーストライガーよ。なぜかしら。こうもライオン種のゾイドが多く現れるなんて、やはりゼクターが関係してるのかしら。ゼクター、俺たち違うぜっつって。考えていても仕方ないわね。出撃して調査に当たってちょうだい。さあ勇者王、あ違う違う、ビーストライガーですね。はい、メタリック検証で応募して当ててくれよっつって。ラインドさん、ファイト。よいしょ。ああ、ゴンゴンのこっからこうやって、ああ、くそ、誰か違うか。後ろヒット、あ、いけるね、君いけるね。お、こっからこうしてこう、どうだ、懸賞品の、なんだっけ、懸賞当選品のライガーの力は。違う違う、だいたい懸賞当選品ってこういう感じのやつあるよね。メッキ、全身メッキのやつがあるよね。あ、違う、早すぎんのか。バスタークロー、もう一発いけないか。バスタークローの起動のあれでモーションでちょっとずれるな。そうか、つなげるときはバスタークローでコンボつなげるときはそのバスタークローの展開の時間もちょっと考慮しなきゃいけない感じかな。はい、勝ちました。あー、またまた大佐大佐か。今日はどのクエストに行くのかしら。紅の獅子を、で、次は見えね、爪と牙と刃と、相手と移動撃破せよ、ワイルドアクションで KO する、ブレードライガー、もうライガーばっかだな。今日はこのクエストを受けるのね。じゃあ、ゾイドを戻しましょうか。このままこのままゾイドね、ライガー尽くしでいい、よ、ライガー尽くしでも良いとは思うんですけど、負けるとめんどくさいんで。ブレードライガーの目撃情報が入ったわ。直ちに出撃して。おかしいわね、惑星 D のゾイドまで目撃情報が入るなんて。この今までよりも激しい戦いになる予感がするわ。決して油断はしないこと。というわけで油断せずに頑張りましょう。なんたってこっちは、ゼログライジスですからね。あ、ちょっとメタリック調になってる。高級感あふれるブレードライガーだ。さあやってまいりました。ゼログライジス対するはメタリックのブレードライガー。いいっすね、メタリックのブレードライガーは。上げて、こうして、こうして、さらにこう、あ、違う違う、そ、間違えた。最後一発間違えた。あとはゴリ押すか。
ファイズをゾイドワイルドは旧作の方はやってなかったんですが、多分そっちもワイルドアクションとかの見応えもね抜群だと思う。あ、もうほらもうこういうのすぐしてくる。でこう言ってこう言って、あ、しまった。あー、足りなかった、距離が足りなかった。ズーンズーンドシュン、うん、射撃はダメだ。まあロングレンジバスターキャノンはもうほとんどお飾りみたいなもんですからね、見栄えを良くしてるだけですからね。ワイルドアクションでゲームする、まあいっか。お、旧式ストライクレーザークロー、ベータから40ベータだけっつって、今回のミッションはこれよ。あと一戦ぐらいできるな、はい、発掘現場を守れ、相手ゾイドを撃破せよ、時間切れにならずにクリア、グソックですね。あーね、みんな大好きボーンブレード、気をつけて。みんな大好きボーンブレードですよ。ボーンブレードの持ってるグソックってなんかダイオウグソムシっていうよりカニですよね。新しいゾイドの発掘現場はこの辺かな。君も調査部隊の仕事が板についてきたね。久々に、あ、じゃあ久々に、安心して背中を預けられるよ。来た、カニもどき、シャー、改造されたグソックだよ。最近はゼクターのせいで物騒なゾイドが増えて嫌になっちゃうよ。落ち着いてるな君。暴れられてゾイドの化石を壊されたらたまったもんじゃないからね。パパッとどかしちゃってくれるかな。相手がグソックだからってそんなに軽く見ていいのか。さあもう圧倒的な差、ブースターついてるのか。ラインドファンファイト、打って鳴らして、そしてと、あ、しまった、突撃じゃなかった、ボタン間違えた。どうしてもボタン間違えちゃうんだよね。あいててててて、あいててて、かわいいグソックの戯れだよ。こっちはね、もう猫ちゃんがね、子猫ちゃんが飛びつくぐらいの痛さしか感じないからね。子猫はね、すぐね、人の体に登ってこようとするからね。前に猫飼ってないんだけど、前に子猫がいる家に遊びに、行った時にね、すぐにね足から登ってきてね、俺は君のなんだ登り気じゃないぞみたいな感じでね。肩まで登ってきて、おお、分身しやがった、ような技使いやがって。分かった、さてはおめえ忍者だな。
ゲームセット。勝ちました。アイテムもしっかりね手に入れて、何をもらったのかな。奇襲型、帝国軍対対イデ対リン対やったー。いやー相変わらずの、ゾイドさばき、惚れ惚れしちゃうな。発掘現場も無事だよね。よかったよかった、ゼクターのゾイドがあっちこっちで、現れたせいで稼ぎになる場所が荒らされたり奪われたりで商売上がったりだよ。まったく。でも君のおかげでこの、ここは無事に私が確保、やはり持つべきものはなんてやらだね。これからもよろしくね。あ、私のお店も遠慮なく活用してちょうだいね。いい商品をいつでも揃えておきますので。ちゃっかりしてるな。でも君のお店はあんま使わないんだよね。はい、というわけで、まあ、ちょうどいい時間となりましたので、今回はこの辺で終了させていただきます。次回はですね、5話から、このギルラプターからになりますね。じゃあ、ハテナハテナで、次、ここら辺、ハテナ続きますね。一体何が隠されているのやら。それでは今回はこの辺で、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。